違ってね。はい、これ取っておいてやつだ。ドクターのメス。たち4金50金ぐらいですかね。あ、かけましょう。はい。今ね、日が高くなってきて、ちょっとこの、バスが浮いてきた感じが、バスがね、見えバスがこう結構見えてきて、そろそろなんかサイドできそうだなっていう、濁ってるんですけど、なんか多分氷水温が温まってバスがそこに浮いてきて結構上っ面で見えるようになったんで、サイドしようってことでスピニングタックル取りに行って、ジミーヘンジの脳進化、これのサイドで釣りました。で、今のはもうアフターのメスでこう浮いてるやつなんですけど、やっぱアフターのメスはその体力がね、結構こう産卵終わってなくなって浮く個体が多くて、その浮く個体にやっぱ脳進化っていうのはこう目線も合わせやすいし、吸い込みもいいから、結構脳進化の釣りが重要になるんですけども、今ね、こうサイトでここのバスも結構プレッシャー高くて、三橋クリーク、この筋って結構プレッシャーも高くて、で駐車場も近いからね、やっぱ三重バスの難易度も高いんですけど、ちょっとこう高いところからバス見つけて、的確にこうバスの進行方向に、進行方向というかね、その泳いでいきそうな場所にルアーを置いといて、ジャークして気づかせて釣るっていう釣り方で釣りました。で、七色で僕、先日も超クリアウォーターでサイトフィッシングでこれですごく釣ってたんですけど、やっぱりね、こう、ロングキャストっていうのはすごくサイトによって武器で、まあ目では見にくいんですけど、その遠い場所って。ただやっぱ、近くでサイトするより、かなりこう、ノンプレッシャーでアプローチさせやすいから、バスもね、結構こう躊躇なくルアーに近寄る傾向があるから、ロングキャストができるっていう点ではこのジミーヘンジのサイトはね、すごく有効なので、ぜひこうサイトフィッシングでも使ってほしい、ワームの一つです。
この辺とか。乗せて落として逃がしてバイト。やーば。地味変。地味変時。15分で今3本釣れたんですけど、ハマってますね。地味変って最近ちょうど50も出たんで、42と50で使い分ければ、50の方がやっぱでかいからもっと飛ぶし、逆にこうベイトが小さかったりすれば42っていう、もう2つでね使い分けれるんで。42の方が反応いい時があるんで、そこはもう42と50はもう本当ベイトと飛距離で使い分けて、もっと遠くに飛ばしたいとか、そういうアプローチもいるんで、今はここちょっと多分濁ってるから、そんなにこう警戒心もちょっと薄れてるのもあって、ただやっぱ飛距離が飛ぶってことは正確にアプローチができるってことなんで、アプローチしやすいってことなんで、こうサイトにおいてはねすごい武器。こういうやっぱ地味変時のもう一個いい点が、そのロングキャストでサイトフィッシング以外においても、あのボイルノーシンカーでボイル打ちをしたい時、サイトしてる時に、そう周りでボイルする時って結構多々あると思うんですけど、そういう時に地味変時はノーシンカーの中でも結構飛距離が出せるから、そうボイルをついでに狙うっていう時とかにも便利で、今はタックルが6号の Lスピースの6号の L でやってるんですけど、 61L でもいいんですけど、6号でやるとやっぱね飛距離も出せるし、 P を使ってそういう小型突破とかもできるから、今回はちょっとこれを使って、すげえな。来た。はい、地味返事。すげえな。響き合ったな。バフターは。地味返事は。いりますね。すげえな。マジ釣れるな、地味返事。マス張りはね、今、4番使ってます。ロング M もできるようにとか、ドリフトフライのワッキーもできるように。いろいろ。やはり1個で何でもやりたいから、バランスがいいサイズ